参考にしながら空欄に適切な文を選びましょう。What is the most important role for parks to you? I think is the most important. I think that is important too. But it is the lowest in this graph.Question 1. A place for eating. 2. A place for relaxing. 3. A place to play sports. One. A place for eating.最も重要な公園の役割って何？あなたにとって。私は思う。食べるための場所っていうのが一番大事だって。私もそれが一番大事だって思うよ。でもそれは一番低いよね、このグラフで。次の英文と表を見て問題に答えましょう。 I'm going to take a basic class on Friday. Are you busy with tennis club? Yes, I practice every Monday, Tuesday, Friday. I already took the basic class last year.So I want to take an advanced one. Question. 女の子はいつクラスを受けるでしょう? Thursday. 私は金曜日に基礎クラスを受ける予定だ。あなたはテニスクラブで忙しい?うん、私は毎週月曜日、火曜日、金曜日に練習しています。私は去年すでにその基礎クラスは受けちゃった。だから私は発展のクラスを受けたい。女の子はテニスクラブで金曜日は受けられない。そしてアドバンスド発展クラスを希望しているので、正解は2番。連立方程式を解きましょう。x イコール 4y プラス1の 4y プラス1を下の x に代入します。 y だけの式が出来上がったので y の値を求めます。
出た y の値を今度は上の式の y に代入。x を求めて答え x イコール9、y イコール2。二次方程式を解きましょう。ax 二乗プラス bx プラス c イコール0の解の公式に当てはめて、4分のマイナス3プラスマイナスルート13。変異義の問題。y イコール4分の 1x 二乗のグラフで、点 P の取る値が x がマイナス4以上1以下の時、 y の範囲は。0以上4以下。 y イコール ax 二乗のグラフで、 x の変域がマイナスからプラスに0を経由するとき、 y の値の片方は必ず0になる。 y イコール ax 二乗の a 比例定数がプラスのときは、 y の最小値が0。逆にy イコール ax 二乗の a 比例定数がマイナスの時は、 y の最大値が0になる。 y のもう一つの変域は、 x の変域の絶対値が大きい方を代入して求めましょう。各 x の大きさを求めましょう。条件、各 bdc が34度、コ BC イコール2、コ AD。 コ BC の円周角が34度、その半分のコ AD の円周角は半分の角度17度。三角形の外角は接していない2つの内角の和に等しいので、角 X は51度。作図の問題。辺 AB 上にあり、ACP と BCP の面積が等しくなる点 P を作図しなさい。三角形 ABC を辺 AB を底辺と考えたとき、この辺を二分する中点が見つかれば、同じ底辺同士の同じ面積の三角形が出来上がります。そこで辺 AB の中点を探す。方法は AB の垂直二等分線。まず点 A にコンパスを刺す。線を引いて同じ幅のまま点 B にコンパスを刺す。線を引く。二点が見つかったら定規で線を引く。この垂直二等分線と辺 AB の交点が求める点 P。
時期の古いものから順に並べましょう。今年永年私財法は奈良時代、建武の新政は後醍醐天皇が鎌倉幕府を倒した後に行った政治、元軍の襲来元寇は鎌倉時代。正解は1、3、2。大興建地が行われたのは1から3のどの時期？1の桶狭間の戦い以降は織田信長、2の本能寺の変以降は豊臣秀吉、そして3、関ヶ原の戦いに勝って権力を握ったのは徳川家康。大興建地を行ったのは豊臣秀吉。正解は2番。時期の古いものから順に並べましょう。1、完成の改革の一環で昌平坂学問所が作られた。2、黒船来航に備えて台場に砲台が作られた。3、日本とイギリスで日英同盟が結ばれた。完成の改革は江戸時代中期、黒船来航は江戸時代後期、そして日英同盟は明治時代。正解は1、2、3。地図中の1から3のうち下の文で述べているのは次のうちどれ？中央に朱雀大路が通り、5番の目のように整備された都、鑑真が伝えた立州の寺院があり、1998年に世界遺産に登録された。地図中1は広島県、2は京都府、3は奈良県。文で述べているのは奈良時代の平城京。正解は3番。司法機関のうち下の文で述べているのは次のうちどれ？都道府県に各1箇所、北海道に4箇所あり、開かれる裁判は原則第一審となる。民事、刑事、行政裁判を扱う。2の高等裁判所は一審判決に対する控訴を扱う裁判所。3の簡易裁判所は軽微な事件を迅速に処理する裁判所。正解は1番、地方裁判所。